ミスユニバース2004は2004年6月1日にエクアドルの木との南半球エクスポコンベンションセンターで開催された。最後にオーストラリアのジェニファー・ホーキンスが優勝しドミニカ共和国のアメリア・ベガから後継者として栄冠を授けられた。この年は80カ国の代表が競った。日本からはマチホン・エリが出場した。ミスユニバース2004の国、地域と 最終結果エクアドルの木とは2003年8月19日、翌年の大会開催都市として発表された。同市は開催権のために500万ドルを支払ったが、これは来場者と大会のテレビ放送中の国の宣伝を通じて回収できると予想した。翌年3月、エクアドルの外国貿易大臣は、大会開催国が中国に移るかもしれないという噂の引消しに追われた。 彼はエクアドル国民に大会に関心を戻すように促した。観光客への新たなインセンティブとして大会の公式スポンサーを含むアメリカの航空会社は1ヶ月前に予約した人への10%割引に加えて、既との大会への旅行は5%料金を割引すると申し出た。大会をエクアドルの宣伝に使おうという目論みはちょうどテレビ放送を前にして 崩れようとしていた。政治的に不安定な国で汚職スキャンダルによって、ルシオグティエレス大統領の解任要求が高まった。5月初めに代表たちが到着する前に、キト当局は彼女らが訪れる予定のエリアを改善しようと、市の特定のエリアから小敷とホームレスの人々を一時排除した。同じようなことは、ミスユニバース1992前のタイのバンコクでも、 行われ、ミスユニバース1994前のフィリピンのマニラでも行われた。大会が開催されている間、政府は国民の貧しさを隠していると訴えるネイティブの活動家と環境保護論者は大会に抗議した。代表たち、審査員たち、メディア関係者及び観光客は5000人以上の警察官からなる警護隊に厳重に警護された。5月16日、 クエンカで代表たちがパレードに参加する予定だったわずか数時間前に警察はパンフレット爆弾の処理を行った。それはエクアドル政府の経済政策に抗議していたが爆弾はパレードのルートからわずか6ブロックのところで見つかりパレードと同時に爆発するようになっていたと警察は見た。ありがとうございます。